電子体温計といえばオムロン製品。まあ、おそらくシェア率ナンバーワンでしょう。スピード検温15秒予測とか言ってね。で、商品のこの口コミを見ると、まあ、バラバラで適当な結果が出るっていう評判がありますで。僕も実際適当だなということを知っています。もうオムロンふざけんなと言いたいですね。体温計ですら 西洋医学お得意の茶番ですか。オムロンには2種類の体温計があります。実測式体温計と予測式体温計。予測式の体温計では、15秒でピピッとなり、その結果が予測データ。で、10分後にもピピッとなり、その結果が実測データ。当然、実測式の方が正確な体温の値が出ます。 予測式っていうのは、検温開始からの温度と、その後の温度変化を分析して、体温を予測するという方式だそうです。体温計に求める機能っていうのは、ズバリ正確さでしょなんか測るたびにコロコロ変わりかねない、そんな理論。話にならないんですけれど客のわがままに合わせた、スピード検温15秒予測というね、 そんな適当な判定の機能って必要なんでしょうかこれも資本主義の副作用。15秒予測と歌って売る。客は速さを求めますから。10分間脇に挟むの結構しんどいですからねで。商品パッケージには大きく15秒予測。忙しい人には検温時間が短い予測式がおすすめ。ってね。大きな見出し。で 予測って書いてあるんですけども、客はもう15秒で測れるって思い込む人が多いんですよ。まさかね、予測式と実測式という2種類の測り方があるなんて、ほとんどの人知らないんじゃないでしょうか。で、口コミでは、レビュー語が多いんですね。でもそれはもう無知な人の表ですよ。15秒で測れる体温計だともう頭にこびりついてますから。 だから表示される結果に何の疑いも持っていません。えー、ある時、自分の基礎体温を知りたくて、一週間ほど毎日測った時があるんですねで。予測と実測の値に大きな違いがあるっていうことは、もう一日目で僕は気づきました。0.5度前後のズレが、もう当たり前です。だからもうそれからは、ちょっとね、両方チェックして、 予測方式がいかに曖昧であるかを見ていきました医者のブログでも技術の進歩により正確性は多少上がりましたがばらつきが多いのも事実ですと書いてありましたでもほとんどの人は気づかないんでしょうね口コミさん以下の数が少ないんですけれども、まあ、予測が適当だという意見が目立ちます 実測式しかもう信用になりませんとで。そのことに気づける人っていうのはまあやっぱ少数派です。いやまあ少数派っていうのはやっぱり良識派と呼ぶにふさわしいものです。えー、そもそもね体温計っていうのは必要性が低いアイテムだと思います。一人暮らしをしていて体温計が家にないっていう方は別に珍しくないと思います。 病弱な人っていうのは、まあ、大体持ってたりするんですけれども、まあ、めったに風邪をひかない人っていうのは体温計なんかなくても全然構わないんです。なんか体が変にだるいな頭痛があるとか。で、喉が痛いとか。すると、あ、熱があるかもしれないから体温を測らなきゃっていう考えがもう反射的に浮かぶように我々はすり込まれています。 そして熱が37.5度でした。すると、あ熱を下げなきゃっていう考えになるようにも刷り込まれています。これは医者が大人に刷り込んで、その大人が子供に刷り込んだと考えられます。熱があるからといって病院に行くと、微熱であってもたっぷりの薬を処方されます。下熱鎮痛剤、津村の漢方薬的なもの、炎症止め、 青い袋の粉のうがい薬などなど、頼んでもいない症状の薬も勝手にいろいろとやってくれます。薬を処方すると患者が安心する。そして何も売らないと仕事をした気にならないんでしょうかね。まあそんなしょうもないことで処方してるんでしょうか。医者は薬のセールス次第で もう点数が給料に反映します、まあそのことはねしっかり認識しておきたいですねそして最も、えー、万民が知るべきこと熱が出るのは体が風邪を治そうという治癒反応なんですね体温が上がることで免疫力が上がるもうこれは良識派の間ではもう常識中の常識です 平熱の時は常に白血球が体中を、ね、警察のようにパトロールしてくれています。そして厄介なウイルスとかバイ菌が侵入してきて、でそれが増殖しすぎると白血球が軍隊モードになるんですで。軍隊モードになるには体温を上げないといけない。だから熱が出る。そんなイメージでいいと思います。だから熱下げたらあかんやん。 っていうことがもう簡単に説明がつきます。しかし、これが医者の中でも少数派の考えのようですね。至って自然で疑う余地なしだと思うんですけれども、人間の体は失敗しない。だから自然な治癒反応を大切に考える。この良識派に対して、西洋医学を盲信する人たちは、 人間の体はすぐに誤動作をするから薬でその動誤動作を整えようみたいな薬で症状を抑えるのが当然っていうそんな発想がまあ凡人の医者の発想ですね熱が出たらもう自宅療養すればいいだけそしてあんまり食べない方がいいですね腸が休んでる時の方が体を修復しようとする力が 強くなってくれますから。まあそういう理論もあります。咳がひどくて全然眠れないなら、咳止めだけを処方してもらう。いいと思います。鼻水でもう息苦しくてどうしようもないなら、もう点鼻薬仕方ないけど使いましょう。扁桃腺が腫れて喉が痛すぎるなら、もう痛み止めをもう処方してもらいましょう。それはいいと思います。 しかし、風邪をひいたら絶対的に薬を飲むものっていう、その固定観念はどう考えても異常なんです。症状が辛すぎる場合のみ対症療法を使う。西洋医学は使い方をちゃんと分かった上で利用しないといけないんですね。だから、ネットが使えるようになった時点でもう真っ先に予防と栄養について徹底的に自主研究した方がいいんじゃないかなと思います。 で風邪とかアレルギーであの、よく処方される青い袋の粉のうがい薬。水に溶かすと紫色になるやつ。あれは絶対に、絶対にいらん。あれを大量にね、処方する意味が全然わかりません。もう余ってしゃあないんですよ、あれ。本当に勘弁してほしいんです。